赤堀圭一郎は、東京都出身の男子プロゴルファー。フォーラムエンジニアリング所属。明治大学附属中野高等学校、明治大学文学部卒業。妻は、フリーアナウンサーの新藤秋子。2003年日本オープンで最終日7アンダーの、もうチャージで5打差を逆転して優勝。2005年にも2勝を挙げ、賞金ランキング3位に。 2006年のダウンロップフェニックストーナメントでは初日、試合における自信初のホールインワンもあり、タイガーウッズ、パドレーグ・ハリントンらと1打差の3位と好成績を残した。2006年2月に元 TBS アナウンサーの新藤明子と結婚。2007年シーズンには日本ゴルフツアー機構の選手会長に就任。2009年から大手ゴルフ用品専門店ゴルフ後の イメージキャラクターに起用され、同社がメインスポンサーの番組、ゴルフの真髄にレギュラー出演。2009年に、持病の左足底筋膜炎が悪化、2011年2月に手術。2012年は、1回だけ行使できる、生涯獲得賞金25位以内の資格で参戦、東竹ホームメイトカップ、鶴屋オープン、そして、 中日クラウンズと開幕戦から3試合連続で予選落ちを喫したものの日本プロゴルフ選手権カップヌードル杯で単独2位に入り1500万円を獲得。年間でに605万9199円を稼ぎ、賞金ランキングは43位。2013年のシード権確保に成功している。2019年からは日本シニアツアーに参戦している。 プレイオフ記録、ありがとうございます。